充電戦隊恐竜じゃ2013年放送スーパー戦隊シリーズの第37作であり、前作ゴーバスターズとは対照的に直球の王道路線が施行され、シリーズで3度目となる恐竜モチーフが採用されました。内容は充電竜をパートナーとし、デーボス軍の侵略に立ち向かう強き竜の者恐竜じゃの活躍を描くもので、キングことダイゴをはじめ個性的なキャラが次々と登場する賑やかな作風が持ち味でした。サンバが流れる変身シーンや坂本浩一監督の本格参戦によるアクションなど見どころも多く、特に飯豊まりえさん演じるサブヒロインの弥生の変身や10人の恐竜じゃの揃い踏みは特撮ファンの間で大いに話題になりました。ラッキューロをはじめ敵側のキャラにも注目が集まっていましたね。商業展開も大成功を収め、本編完結後も子孫たちの活躍を描いた100 years after のほか、2017年にはシリーズ初の海外展開の続編である恐竜じゃブレイブ、そして2018年にはゲームとのコラボによる新作エピソードの配信も実現しています。